でですね、そんなことでね、お呼びしたんですけどもね、いろいろね、来てるんですけどもね、そう、俺が初めて会ったのは、覚えてます？確かね、まだね、二人ともデビュー前。あれですよ、西武線の。西武線？あ、じゃあ違うかな。野球かなんか見に行ったの？違いますよ、だから鉄道ですよ。鉄道？鉄道。ああ、そうか。あれですよ、あの機関士をやってて、俺が車掌、あ、じゃあそういうわけで中野の方に住んでたんですよ、俺。ああ、それと違います。え、その時に会ったの？会ったんですよ。え、声かけた？どっちかお互いに。ね、目と目、目と目はあったが、言葉は照れてたような。二人とも、恥ずかしい。恥と恥をこう、踏切の恥と恥をこうあるって。本当？この二人とも、同時ぐらいに分かったような気がしたんだけど。あ、俺分かんなかった。本当？俺電車の中だったら、レペスの京一さんとか会ったことあるんだけどさ。本当？それじゃなくて。声かけてくれればいいのに。いや、そんな、とてもじゃないけど。でもね、俺ね、本当ね、最初に、俺がね、最初に会ったのはね、確かね、もうね、3年ぐらい前かな、埼玉大学のオールナイト。覚えてない？埼玉大学で、ね、で、オールナイト出たでしょ。で、あの時、ほら、ブルーハーツが出て、で、爆竹が出て、金賞が出たの。あ、そうだ。そうよ。で、俺その時に、そうだ。そう、それで、それで髪を立てようと思ってたね、その頃初めて。それでダイエースプレーとか知らなかったから、こうなんかさ、コーラとかつけてさ、コーラで立つって聞いたんだもん。全然こうやってやってたのよ。立たないの全然。困ったな、つって。そしたら楽屋が一緒だったの。覚えてない？覚えてない、それ。でね、その時にね、なんかね、すごいいい男がね、ピーンと髪を立ててね、いたわけよ。兄か誰かかな。それが何言ってんのよ。あなたによ。あなたでしょ。もう分かってるのに意地はいけず。長い。でね、いたのよ。でさ、ほいで、そうだ、あの人に聞こうと思ったの。どうしてあんなに髪が立つんだろうってね、思ったのよ。で、ね、聞きに行こうと思ったんだけど、俺恥ずかしくて行けなかったの。そうですね。そうした。そう。それがね、それが今にして思うと爆竹だったのよ。そうか。それの方が古いかな。それでね、最初に、いろいろ俺がオールナイトとかいろんなところでやってて、で、なんかのインタビューで、いやー俺も爆竹みたいになりたいっすよとかね、考えてみたら当時から俺は爆竹に憧れてたんだ。そうですか。たのね。光栄ですね。それで、その時にまた会ったんですよ。爆竹の皆さんがみんな歩いてる時に僕がね、渋谷で。覚えてます？その時桜井さん言った一言。タワーレコード、ね、そう覚えてる、覚えてる。それは覚えてる。なんで言ったか覚えてる。こう通り過ぎる刹那に、ね、ちょうど僕がね、いろいろね、爆竹をネタにしてた時だったんですよ。いつもお世話になってますとか、そのあのね、こと言いませんね、通り過ぎる時にね、そう、あのね、なんだっけな、どんどんネタにしてくださいって言われた。あ、そうだ、あ、俺が言ったんだ。そうだね。そうだ。その後に最近ね、あのほら、なんかお店で会ったでしょ。あの飲んでらして。そうですね。でね、俺もね、その時ね、飲んでたんですよ。ほんで、女の人一緒でしたよね。ぽよんちょとか、そうなの。そうなの。確か。女の人もいたし、あの時ね、実はね、ニューハーフの人もいたの。あ、そうなんですか。女はいたわ、ニューハーフはいたわでね。それで、その女の子っていうのが、で、僕のファンだったんですよ。で、まあ、大月さんと一緒で嬉しいわ、なんてことも言っていたんですよ。ほいでね、店入ったわけね。でさ、後ろに、桜井くんと今井くんがいたの。二人だけでしたっけ？あとスタッフの人がいたの。あ、そっか。男同士で飲んでね、その瞬間、その女の子が、今まで、大月さんの詩っていいですよね、とかね、言って、いや、あれはね、俺の心の中に形式上学的な、とか言ってたわけよ。それが、あっちゃんを見た瞬間、大月さん紹介して大月さん。全然俺の方なんか見ちゃいねえもん、もう。ひどい。